これ何ですか？これみたいな、これがあの専用車。今回のバスはこれですか？はい、今回のバスをお見せします。こちらです。このね、十何人でどういう車で移動するのかなと思って、ちょっとね、大きな、まあ、ライトバンというかハイエースみたいなやつをイメージしたんですよ。ところがこちらでした。はい、じゃあ両替行きましょう。それでは、今からお金の両替に行きます。すごいな、HIS。 ちょっと多分ね、バスの中に水とかあるかもしれないね。あ、いいですね。でもね、あると思う？ないと思います。本当に？俺はあると思うんだよ。タイなんて。水だけはあると思うよ。タイは。まあ全然、僕は各地で買うでも全然いいですけどね。本当？じゃあコンビニも行きたいね。そうですね。今回やっぱりコンビニもちょいちょい寄れるぐらいね。まあ、それぐらいのやらない。余裕のあるスケジュールで。だいたい何バーツぐらい持ってた方がいいかっていう、うん、途中でまた両替とかになっちゃうんで。そうだね。だから多めにやってもらった方がいいかもしれないですね。3万円ぐらい、2万円ぐらい、うん、まあそうですね、まあ、今回食事込みですからね。2万円で十分。まあでも一応あった方がいいですよね、うん、買い物をされる方も多いでしょうし、まあ、クレジットの方はいいですけど、うん、そんなに2万円で十分かな。2万円で十分じゃないですかね、うん、2万円をバーツに変えて、うん、まあ買う漫画1杯150円ぐらいでしょ。そこ10杯食べても1500円だからさ、うん、もしかしたら皆さんあれですよ、あのトム、あのジ、あのシンプソン、え、あのジム・トンプソン、ジム・トンプソン、トム・シンプソンで、なんトム・シンプソン、なんでそれ。ちょっと高級シルクの買う方もいるから、まあ、はい、あー、ここ来ちゃった。これはあのー、これあれ、あそこだよ、スーパーリッチだよ。違うんだよ、バッキー。あれ、ここ来ましたよね。実はここね、はい、6月来た時に、はい、俺ね、パスポート忘れたんですよ。ここで、まあ、結構有名な話、何かしら忘れ物が空港では便利はありますね、うん、だ必ずね、ここではパスポートを受け取った方がいい。確認。みんな受け取りますね。了解、終わったら。ここですよ。で、ここでちょっとじゃあレイちゃんに聞きますか。レイとね、まずあのスーパーリッチが 0.2930 で、こちらスーパーリッチの方がいいと思うよね。え、同じですよ。同じ。じゃあ同じ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 、あの向こうのがいいですよ。前回あのパスポートを忘れた時に、はい、お世話になったんですよ。お世話になったんです。本当だって僕のパスポートを大事に取っておいてくれ、うん、どっかに売らなくてね。あ、そうなんですか。いい人。あ、いい人なんだね。